こんにちは、にです。今日は戦隊ヒーローシリーズ07、ジオザワールドを見ていきたいと思います。スーパーソフィタイム。はい、ジオージャーの追加戦士の即備が販売となりました。ジオーザワールド、謎に包まれていて今現在どんなキャラクターなのか全くわからないです。先日のテレビ放送ではね、敵キャラクターとしてデスガリアン側から登場したんですけども、まあおいおい味方になっていくんでしょうね。ここら辺は本当に楽しみです。あとですね、このキャラクターずるいです。もうね、本当にすごいてんこ盛りで美味しいですよね。まずかっこいい、もうめちゃくちゃねかっこいいですよ。で、あとその10万の力もね3つも持っていて3方もあるし、あと色がねまたね美味しい色を全部持ってっちゃってますよね。金黒銀っていうね、もう男の子が憧れるそのかっこいいカラーをもうバッチリね持ってるっていう、本当に美味しいキャラクターですよね。だから、まあ、黒は追加戦士のイメージっていうのはちょっと低いところあるんですけども、金と銀ってね追加戦士のまあお決まりカラーみたいなところあるので、まあ、ここ2つ持っている、こういうキャラクターあんまりいないですよね。うん、本当にねとにかくそのかっこいいです。これはねいつもの四角いタグなんですけども、サイズも全く一緒ですね。はい。で、ここの部分は胸のマークが載っていて、クロコダイル、ライノス、ウルフとなっております。で、裏面は説明がね、説明っていうか、まあ、電話番号とかいろいろ書いてあるような、こんな感じです。ここの値札ね、これいつもね、ここに貼ってあってね、嫌なんですよね。裏に貼ってくれればいいんですけども、なぜか、まあ、ここに貼ってあってね、剥がしてもいいんですけど、剥がすとね、ベタベタになったりとか、うまく剥がせなくてね、破けたりとか、そういった恐れもあるので、一応まあ、このままにいつもしてるんですけども、毎回ここなんですよ、ほら。ねえ、残念だよね。うん、タグの絵を楽しみたいです。全体のプロポーションはバランス良くてね、すごくかっこいいです。そして一周ぐるってみるとこのような感じでございます。はい、うん、かっこいいですね。で、サイズはですね、まあだいたい同じかな。はい、他の獣王者と比べてみるとこのような感じです。ちょっとちっちっちゃく見えるのは目の錯覚でしょうか。黒いから締まって見えるのかな。まあすごい大きさ違うってわけじゃないんですけども、ややちっちゃく見えなくはないかなっていう気はしますね。それでは細かく見ていきましょう。まずはお顔です。お顔はねすごい凛々しい顔をしていてね、かっこいいですね。で、造形もしっかり作られていて、ここの部分のサイヤね、あと口元にあるクロコダイルがねちゃんとわかります。うん、牙もしっかり作られてます。残念なところはちょっとね、ウルフがこのサイに隠されているので、それがわからないっていうのがちょっと残念なところですかね。まあ即備でねウルフまでを表現するのは無理なので仕方がないんですけども、まあできたらねウルフの状態の何かも見てみたかったですね。はい。で、塗装はこのような感じで、口元黒で、顎のこの辺が銀色、そして目が赤に塗られているんですけども、僕のはねちょっとこの赤がねはみ出ちゃっていて残念な感じでございます。で、なんではみ出たねこれ買ってきたかっていうと、他の部分の塗装がすごい良かったので、ここはちょっとね目をつぶりました。次は体です。胸の部分の模様はプリント印刷ですごいね、綺麗ですね。あと造形に関しては、獣王者は他のキャラクターと似ているんですけども、襟元とか肩口がね、こう立ったような感じですごくかっこよくできております。はい。で、背面を見ていくと、このような感じなんですけども、多分ね、ここ、銀色だと思うんですよね。だからまあ、前半分だけ塗装の貧乏ちゃま仕様みたいな感じになっております。はい。ベルトはちゃんと後ろまで回ってますね。金色側も同じような感じで、ここでね、線が入っていて、後ろ未塗装です。ね、せっかくの、まあ、ちゃんとしたスタンダードサイズなので、後ろまで塗ってほしいですよね。で、まあ、塗装に関しては、黒の成形色に金と銀の塗装なんですけども、これはね、すごい個体差がありました。今ね、これはすごい綺麗なんですけども、他のはね、結構色ムラがあったりとか、エッジが立ってなかったりとかね、っていうようなものもあったので、ここら辺ね、気にされる方はしっかり店頭で確認して購入した方がいいと思います。で、あと、ベルトの部分はね、白で塗装で、バックルの部分、銀でございます。うん、あと、ここの稲妻みたいな感じになってるね、このギザギザした部分も白で塗装ですね。はい。で、足元はブーツのここの部分がギザギザね白で塗られている以外は特に塗装はなさそうですね。で、裏面はこんな感じです。はい、戦隊ヒーローシリーズ07ジオザワールドいかがだったでしょうか。
追加選手の登場でね、ソフビの数も増えてすごく嬉しいです。で、まあ、今回のソフビなんですけども、塗装やね、あの造形に関してはすごく綺麗でかっこよくて大好きです。なんですけども、あの個体差がね結構あったっていうのが気になっております。どんなソフビもね、少なからずとも個体差って存在するんですけども、今回のは結構ひどくて、20体ぐらい店頭で見た中で 1,2 体ね、これはないなっていうぐらいひどい塗装のものがありました。なのでね、きちんと綺麗なものが欲しい人は店頭に行ってね、必ず確認をして購入した方がいいと思います。あと気になったのは全面塗装でしょうかね、いわゆる貧乏ちゃま仕様なんですけども、金と銀のね塗装が前だけになっていて、後ろ側が省略になってる、これちょっと残念でしたね。まあパッと見ではわからないようにねできていて、まあ、配慮されてはいるんですけども、船体側尾って成型色の上にね塗装されていて、塗装面も少なくて、基本的にどこから見ても違和感ないというかね、問題ないような感じに作られていることが多いです。なのでジオザワールドもね、やっぱり後ろまで塗っていて、後ろから見てもね問題ないっていう形がやっぱり必要だったんじゃないかなっていう気がするんですよね。うん、食玩では仕方がないと思うんですけどね、やっぱり800円ぐらいするねこのシリーズ、一応側尾の中では一番ねハイグレードな部分なのでね、妥協なしで行ってほしいなっていう気がしております。でこの後ね、野生解放モードが今月またね発売されるので、そちらの方もね購入してまたレビュー作っていきますので、もし興味のある方はね遊びに来てください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。